アルファこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、ついにやってきましたレスペス第3弾、狙うはティナちゃん、風シンクロ、星6戦技、風ですね。はい、やっていきたいと思うんですけど、僕のティナちゃんちょっと紹介していきましょう。はい、ティナちゃんなんですけど、一応ティナのテーマにします。もうほんとティナ狙いですね。ティナちゃんなんですけど、シンクロ炎を持ってて、覚醒2個持ち、炎と風ですね。でオーバーフロー奥義も風も持ってます。でリミットブレイクオーバーフローは持ってないんですけど、第5弾に入ってるので第3弾無事回収した後は5弾に向けてリミットブレイクオーバーフローゲットしてティナちゃんコンプリート狙いたいと思います。ちょっとシンクロも欲しいんですけど、戦技が結構やばそうですね。やっぱり1段覚醒2段覚醒使ってからのこの戦技の効果を合わせてかなりやばいんじゃないかと思います。マテリア全部持ってます。でティナちゃんなんですけど、ティナちゃん専用にファイナルファンタジー6のブラッドソード、一応セイレンはレベル50にしてあるので、はい、使っていきたいと思うんですけど、まあライオットソード、こちらも英雄専用アビちゃんとセイレンの5にしてるので、こちらもちょっと活躍させていきたいと思います。バルガリマンダつけてるのは個人的にファイナルファンタジー6のバルガリマンダ、これすごい好きだからつけてるんですけど、実戦ではそんなに使ってはいないですね。はい、でもティナちゃんが使うバルガリマンダ結構好きなんですよね。はい、ティナちゃん今後雷氷も属性使えるようになってくれないかなと僕は願ってます。一応風が風系、風まといにつけとこう、風まとわさしとこう、炎じゃないな、風まとわしときましょうか。風属性台つけてティナちゃん狙っていきたいと思います。それでは行ってみましょうか。僕のティナちゃん一番育ててますからね。来ましたレスペス、新たなるシンクロ奥義リミットブレイクオーバーフローが登場。来たぜ、待ってました。まあ、正直ティーダ僕めちゃ弱いんですよ。ティーダも欲しいっちゃ欲しいですけど、やっぱティナですね。ティナのこのミシカルソード、ミシカルソードゲットしていきたいですね。敵単体に15回連続の強力な風&無属性魔法攻撃プラス一定時間自身に風まとい重視機効果台を付与、一定時間シンクロモード限界突破レベル1アップ、トランス状態やばいですね。一定時間自身のステータスの一部アップ効果中、これ何なんですかね。待機時間を短縮、やばそうですね。ストリームコンボ、敵単体に6回連続の風無属性攻撃、風アビリティがシンクロ条件、自身が次のターン風アビリティ使用時に2回放つ風属性アビリティ。ってことは風属性アビリティ、トルネガ、トルネガでしたっけ、連続トルネガ使って専用アビ使う、こっち使った後にこっち使うみたいな、そんな感じですよね。シンクロやってみましょうか。ジェム補充してあります。ミスリルもできる限り全部ぶっ放していきたいと思うんですけど、まずはジェムでいきましょうか。97 17099、いいですね。99から97使っていきましょうか。まあ、ここで出るパターン僕ないのでね。まあ、キングダムハーツの時は出たんですけど、まあ、そこからドロルマ作戦ハマったので97期待してないです。それではお願いします。ホロイムはほら来たシルバー来たぜ。まずはこんな感じですね。じゃあまず行ってみましょうか。ちょっと腕試しでジェムでやっていいですか。腕試しジェムで、ジェムで一回ちょっとやっていいですか。てかまだこれ見てなかったですね。ティナシンクロ、あ、ラムザシンクロ、ラムザもいいですね。ラムザもいい、アルフィノちゃんもいいですね。バッツリミットブレイクもいいですね。ティーダリミットブレイク、スノーか、スノー使わないんだよな。バッツ覚醒、水覚醒、ギルバード覚醒、これが僕の中では落とし穴です。これはちょっと僕の中で外れ要因ですね。あ、ビビ覚醒、これも持ってない。てかこれ結構やばいな。正直僕これスノー以外全部欲しいぐらいな感じですね。スノーだけ僕すごい弱いんで、まあ、ティナちゃんのかぶりが1個入ってるのでビビちゃんも入ってるんですよね。じゃあまずジェムでいきましょう。うわ、頼みますよ本当に運営様。はい、ちょっと
今日僕これタイムリーにやってるんですけど、 DJ もちょっと今日お休みになっちゃったので、もうティナちゃんぶっ放し動画撮ってます。ホロイムはカモン。おお、2個来てるね。このシルバーの数もうビビらせないでよ。ちょ、一番ドキドキしてますね。いや、第2弾97回したら揺れたんですけど、見事のシャドウちゃんのかぶりで3本目になりましたからね。ノーカブ、まずは最初は1ターン目ノーかぶりでお願いします。まあ、いきなりこれティナちゃん2枚抜きしたらどうしようかなって考えてるんですけど、まあ、そんな甘くはないと思うのでね。まずはティナちゃん、ツイッターにも書いたんですけど、まずはティナちゃんのみ、ティナちゃんだけお願いします。もうティナちゃんあればもう即撤退でいきます。来たこれやばいぞ。杖くそ、これなんだ、ちょっと待てよ。風の目覚め来て、あ、水の目覚め来てたら、おお、バッツさんの覚醒、まあ、当たりですね正直当たりですね。ティーダさんも当たりですね。まあ、そう簡単にティナは渡さねえって感じですね。もう一回ジムで行きましょう。2ターン目それではお願いしますよ。ホロイムは貯めますね。あの星7まず欲しいっす。お願いします。ホロイムはレッツゴードクターモグカモン。来た3つ、うわ来たぜ。ミラボ率は悪くないですね。2個から3個上がってきました。まあ、ここですんなりティナちゃん回収、杖と剣ゲットしていきたいと思うんですけど、どうでしょうか運営様。運営様頼みますよ。もうティナちゃん5段でもねリミットブレイクオーバーフローが入ってるので、そこでもぶっ放したいと思ってるので余力は残したい。頼みますよ運営様。ここですんなりいきたいですね。僕すんなりいけたことがない気がしますね。こうぶっ放します宣言して。来た来たぜ。指パッチン何個、1個かい。ビビちゃんありがとうございます。杖来い杖。あー、ギルバード、くっそギルバードちゃんか。来たティナちゃんゲット、ティナちゃんゲット。まずはちょっとあれですね、今のところ引きはいいですね正直。かぶりなし、まあかぶりといってもまあティナちゃんの風覚醒以外はまあ未所持なので、ちょっと一旦戻っていいですか。ティーダ、ラムザ、アルフィノ、まあこの中でもう正直ミラボだけでいいですね。まあ、バッツさんは欲しいですけど、うん、正直、あーでもティナのこの戦技下から2番目なんだ、出現率一番低いんじゃないですかもしかしたら。ある意味ちょジェムでいきましょうか。50使わせてください。うわ1点狙い、これ泥沼パターン結構怖いな。お願いします。ホロイムはカモン、1個だ1個きついな、1個きついっすね、1個ミラボちゃんきついっすね。でもミラボが出ると嬉しいっすね。まあでもじゃん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 、頼みます運営様。ホロイムは指パッチなしで大丈夫です。杖杖ですね。来たか、ティーダでお願いします。どちらさんですかこれ、どちらさんですか。あ、バッツのリビットブレイクオーバーフローだ。バッツが強くなってくな。これって何なんだ。あーめちゃくちゃいいじゃないですかぶっちゃけ。もう一回ジェムでちょっといいですか。数お願いします数。まあもうティナちゃんの杖なんで、まあ、これティーダ出て、もうティーダ浮気したんですね。ティーダちゃんお願いします。ホロイムはカモン、うわ1個だきついな、1個きついな、このタイミングで1個きついな、1点狙いで1個はきついな。パパパパパ杖お願いします。運営様指パッチン来ない。うわこれどちらさんですかこれ、ラこれ誰、あティナちゃんでしたか、ティナちゃんでしたが、ついにかぶりが出始めました。ちょっともう一回いきましょうか。
ミスリルでいきましょう、まあ、ぶっ放すって言ってるので、宣言してるので、じゃあミスリルでいきましょう。貯めておきました、このために。お願いします、上様。ホロイムはかぶりなしで。うわ、1個だ、ボンボクラ。くそ、マジかよ。うまぁ、ちょっとまぁ、ティナ杖、ティナの杖、クロリンパの杖、お願いします、ドクターモブ。ホロイブはどちらさんすか、ティーダすか。あー、ティーダのリミットブレイク、リミットブレイク戦技か。GM で行こう、交互に行こう。うわ、マジか。まあ、ティーダも揃ってきてるんだけど、数欲しいっすね。うわ、出先が良かったから余計に悔しい。お願いします、ホロイム。あ、2個来てる、嬉しい。まあ2個ですね、1個じゃないから望みが。と言っても下から2番目だったから、杖の出る確率っていうのがマジで怖いっすね。はい、お願いしますよ。うわー、かぶりだ。くそ、マジかよ。うわ、マジかよ。これマジきついな。うわ、きついな。ビビちゃん、ちょっと待って。あ、やべやべやべ、家押しちゃった。うわー、ここだよ、これ。戦技、むしろ戦技欲しいな。お願いします、もう一回ジムで行こう。うわ、全部使う感じだな、このままで行くと。5段ぶっ放せないな、これ。ティナちゃんコンプリート狙ってるので、リミットブレイクオーバーフローも欲しいんですよ。お願いしますね、杖お願いします、数で。未所持。うわ、1個だ、スキップしてみよう。嘘でしょ。てか、ティーダこれマジいらない、もう3つ目じゃないですか。うわ、泥沼作戦ハマってきてる。うわ、マジ50使おう。嘘でしょ、これはちょっときつい、これはちょっときつい。お願いします、ホロイムラストチャンスじゃないですか、これ。うわ、ジェム足りないじゃないですか、次回すの。きついな、これ。杖出てくれれば虫に取られるな。うわ、アルフィノちゃんだ。くっそ、きついな、きつすぎでしょう。でもシンクロだってティナちゃんしか出てないですもんね、言っちゃえば。あ、でもアルフィノのこれはいいな、ありだな。じゃあこれいきましょうか、最後の11連。うわ、マジかよ、全然数が出ない。1個はやめてください、お願いします、ホロイマ運営様。カモン、来た、2個。うわ、杖ですよ、杖。うわー、ティナに泣かされる感じですね、これは。シンクロ上げ、ぶっちゃけ戦技の方が多分使えるんですよ。お願いします。うわ、1個でいいよ、1個で杖。うわー、かぶりじゃん。ティーダ、これティーダじゃないと困る。これどちらさんの剣、ラムザか、ラムザか。もう回せねえ、きつい、これはきつい。しかもティーダが出ない。マジか。うわ、マジか、出てないの。だってティーダのシンクロとアルフィのシンクロ、まあ、スノーはいるとしてさ。うわ、見事にティナちゃんのこの戦技外してきてる。うわ、マジか。3連ってどうなんだろう。いや、3連怖いでしょ、3連怖いでしょ、3連はちょっと怖いな。マジかー。とりあえずちょっと見てみましょうか。ちょっときついっすね。
まあ、せめてもの救いはシンクロがゲットできたことですが、うわー戦技、うわこれでも欲しいな。参ったな。とりあえず今回ちょっとこれで、ティナちゃんは全部回収できなかったのですが、星6戦技ドリームで回収すればいいかなっていう戦法に変えるか悩みますね。ちょっと悩ませてくださいって感じですね。まあ、とりあえずシンクロはゲットできたので、まあ、よかったかなと思うんですが、とりあえずシンクロは手に入れることはできました。シンクロ2個持ち、あ、シンクロって1個しか持てないんですね。うわそうなんだ、シンクロって1個しか入れれないんだ。余計戦技の方がいいですね。そうしたら多分炎で使っていくパターンの方が多いと思うから、まあ、風パの時はこっちのシンクロ持ってきますけど、シンクロ1個持ちしかできないのか、これは困った、これは困りました。まあ、とりあえず今回はこれで終了ということで、ティナちゃん捕食戦技ゲットできずということで、シンクロはゲットできましたが、ご視聴ありがとうございます。ディズファーズメロージャム TV 頑張って毎日更新していきます。よかったらチャンネル登録していただけるとモチベーションアップつながりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマンハロー。